はい、アサシンクリードオリジンズシャープ3、3回目続きやっていきたいと思います。レベルの方も14まで上がっております。で、この辺はまあどうにも無理なんで、今回は蛇の最後っていうね、序盤をやっていこうと思いますけどね。アヤも蛇を終わらないといけないし、まあそんな感じで、アビリティの方もこんな感じになってます。で、もうすぐね、ポイズンダーツがね、打てるようになる感じね。めっちゃ楽しみだけど、2必要なんだよね。あと、この辺、スリープダーツ。腐食促進剤。バーサーク。バーサークそんな使わないけど、この辺も使い勝手がいい感じで、なってます。あと、弓も2つ持つやつも欲しいなと思ってんだけど、まあ今はそんな感じで放置しております。現在、ここにおりますけど、こっからね、ここに移動していくんだけどね。王宮のね、宝も全然回収してない感じ。じゃあ、まあ行きましょうか。急に湧いたな。よし、こう。さて。運転を任せられない。よし、じゃあ行きましょう。なんだよ。障害物、誰かいたからかな。まあ、結構近いからいいんだけど。あ、いけるね。いけるね、いけるね。ダメか。さて、まあ、今回も楽しんでいきましょう。知らないのか？エウドは静かだな。これ、いつも言ってんだ、あれな。いやー、でもね、死ぬときめっちゃ死ぬから、あとね、ヒドゥンブレード。わ。入手して、結構ね、暗殺できるようになりましたけどね。うん、今、毒ソード使ってます。だけど、ちょっとね、距離がある戦い方したいんで、槍の方もね、装備したいなって感じするんだけど、ちょっと待って、全然上に行けないんだな。この壁越えていかないといけない感じ。よいしょ。だよね。なんかさ、録画外で来た時はなんかめっちゃ敵が強かったイメージがあるんだけど、もうあれからレベルも上がってるから今はいける感じなのかな。警備が厳重だな。やべえぞ。よし、じゃあタカちゃん行きよう。調べに行きましょう。12か。適正レベルって感じだな。前来た時はね、ドクロマークだったんで、うわ、いっぱいいるけど、チェックしに行きましょう。取りこぼし、チェック漏れがあると結構びっくりするんだよな、急に。もうちょっと近づこうか。わっ、ここ経緯発見、ターゲット発見。早くタカでなんか攻撃できるスキルも欲しいなぁと思ったりね。なるほど。かなり多くない？この中も、申告漏れっていうかね、チェックできてないのいるだろうな、結構なぁ。側から攻めていくか。わけん。いやー、結構。
多いな。ただこの建物の中にいる感じね。でも侵入できるとこが入り口しかないっぽいもんな。早速あそこに行ったいますな。側から攻めていこう。これもこいつも深刻ミスだよな。いけるかな。こっちに来るなよ、奥の住人。私がおかしいのかもしれないが、何かが近くにいるのか。いや、バレた。必ず追いつけ。やべえぞ。もう結構近くまで来てんだけど、だけど見失ったっぽいね。おい、なんだ、ここに来たのが間違いだ。うわ。巻いていくわ。さて上から、あ、奥上がってきたぞ。1体2体1体よし。なになになに、レベル12のやつちょっと忙しくしてない？めっちゃ口開いてますわ。よし。待て。おい、なんだ。うわ、ダメだった。まあ適正レベルになってるから、まあいけるけどね。これ急に上がってくるのもいるからめっちゃドキドキですわ。わ、来た来た来た、奥から来た。よし、一個上上がって、あそこの今来てるのも深刻漏れのやつよね。上がってすぐ行けるか。ええ、上がって、ちょっと待て、死ぬがいい。ダメか、毒ばらまいとく。こいつ殺したいな。
通しからこいつもやっとくか。なんだ、やべ、いやーもうめっちゃ近いんだけどな。2体はちょっと困るわ。上の上がり方調べましょう。めっちゃドキドキしてきた。建物の中だから何体いるか分かんないんだよな。絶対護衛いるだろうし。はしご、ふむ。重要そうだな。鍵か。ここが王室書記官の執務室だ。重要そうだな。鍵か。どっかで鍵探してくるって？あー、書記官が蛇ってことか。それかどっかに鍵落ちてる。ここが王室書記官。うん、多分倒さないとダメなんだろうね。うん、後で取りに来れるって感じなのかな。絶対鍵よね。ダメだ。どう行きゃいいんだ。それか、こっちから行って、こうか、こうか。ああ、鍵だ。よっしゃ。さて、誰か来そうだぞ。このカメラアングル怖くない？よいしょっと。公式文書か。この箱は王室書記官、エウドールスのものだ。となると、ヘビはお前か。二重底、手紙だな。尊敬すべきトキ、ファラオは従順であらゆる面において我々の操り人形だ。シワでは慎重に動いてほしい。詐欺殺しは第一歩に過ぎない。ここアレクサンドリアでも仲間が二人殺されたのだ。とはいえ事態は我々の統制下にある。ゲナディオスは住民の尋問を精力的に続けている。君の尽力に感謝する。長寿ワオ。蛇の印象が押されている。間違いない。王室書記官エウドーロス、奴が蛇だったのか。蛇。アヤによれば書記官は浴場にいることが多い。エウドロスのクソ野郎をそこで始末してやる。さっきね、来た時なんか言ってたよね。おいおい、やっぱ階段降りて普通に行くか。
バーサク全然使うこともなく、よいしょ、いい。だから全然見つけてないけどな。またそれも録画後結構時間かかるから、そういう時に来よう。でマップ的にはね、よし、浴場行ってヘビ殺そう。ヘビうん、これもね、結構ね、こういう探索系の時に、途中で、隊長とか倒してから死んじゃうこともあるんだけど、死んでも戻されるけど、敵もリスポーンするけど、一応ね、隊長を殺したっていう履歴は残るみたいで、まあ、そんな感じ。まあ、とりあえず、100メーター付近までカットしましょうか。はい、だいぶ近づいてきましたけど、浴場入ったことないんだよね。はい、到着しました。一応ここからちょっと偵察するか。まあ入ってから話進めるって感じか。よっしゃ、行きましょう。長押しだって。場面切り替わる。ああ、みんなパンツを履くのね。あ、ずっと仮面かぶってたから。久々です。あやに髪の毛剃ってもらったんだよね。いやー気持ちいいな。ここが大好きだ。建物だけでも見る価値がある。どうだ、あの豪勢な天井。わお、素晴らしい。いいな。もうほんとさ、このコロナ。キロスは馬選びが下手なんだ。ヤズの女房見たか。で全然なんかお風呂も行けてないからね。お湯加減はいかがでしょうか。今日の湯は少しぬるいな。まるでなってない。おい、止まろ、止まれ。カカ、何かご不満は。吹き布はあるか。エルドロシュの飲みすぎだ。ご希望があればおっしゃってください。邪魔をしないでくれるとありがたい。なるほど。さて、なんか侵入できそうもねえぞ。ダガーもなんもねえからな。肌が、なんという苦しみだ。プトレマヨさんのおなしだ。何だと相手にするのではなかった。シモニです。お前ワインの飲みすぎだぞ。なるほど。今日はないのか。飲むさ、もっと飲むしな。俺が飲まなかったら腹が賢くなるってのか。どうすりゃいいんだ。中には誰もいなさそうだぞ。まったく、あのガキから離れてる時が一番幸せだ。これ入ったらやられるよな。待て、そこを動きな。帽子の向こうから誰か覗いてるのか。それは興奮するな。さて、止まれ。はい、
ピアチェントに豚の丸焼きを持ってこい。風呂で食べるのがたまらんのだ。暗殺できるぞ。2体同時にできるのかな。おい、ちょっと黙れ。ダメだダメだダメだ、死ね愚か者。ダメだな。さてどうする。いや、外まで戻されるか。なことなかった。中ですわ。アリストがエウドーロスを盗用罪で裁判にだと。そんな、船着き場に行った時アリストの奥さんから聞いたんだ。奥さん、あの人は何でも。ここになんか料理があるな。エウドーロスはナイルの記述を盗用したんだ。お？お？なるほど。キロスは馬選びが下手なんだ。ヤツの女房を見たか？ここが大好きだ。建物だけでも見る価値がある。ただ向こうに行くためにはぐるっと回ってこないといけないか。なるほどな。最初気づかなかったけど、こういうことか。ここに来るのは裸の少年を見るためだろう。お湯加減はいかがでしょうか。ここで見つかるのはまずい。今日の湯は少しぬるいな。まるでなってない。よし、こう。バレるって。スキップ心臓、頑張れ頑張れ。おっと、静かに静かに。うわ、指が切れた。終わりだ。お前は死んだ。神に呪われるがいい。何の言われで私を殺す。あれ、俺の目の前で息子を殺したのはお前だろう。何をバカなことを。神殿だ、シワの。あの錆びれた場所がどうした。私は知らん。起きたこととは無関係だ。蛇じゃないだと。何を言おうと手遅れだ。アヌビスに裁かれろ。蛇だよな。蛇を始末できたのは安い代償だ。薬指飛んだけどな。蛇だと。蛇は決して死なぬぞ。え？と。もうそれよりさ、アベプの声を。脱出できるのが心配だわ。ドゥアトの血を歩む。止血しなきゃ。ちょっとちょっと、エウドロス死んでる。なんてことだ、殺されてる。血があんなに、あんなに美しかった人が。エウドロスだ。なんと哀れだ。いやー、なるほどな。さて、手の。じっくりと痛めつけてやるのが楽しみだ。おい、逃げ道はないぞ。やーっべ、なんということだ。逃げ切れるわけがない。おい、お前、報いを受けろ、脳なしめ。これ勝てんのか。逃げられねえぞ、強者。これ僕は頑張って敵対解除するしかねえぞ。気を抜かない方がいい。溜まってる溜まってる。
あ、これでこれでプルして逆側から落ち逃げればいいのか。ね。落ちるけどこれでいけんじゃない？ちょっと待て。いける？ちょっと待て。いけ。よし、いった。あぶねあぶね。止血完了。ふう、蛇の最後終わりました。なんちゅう衣装だよ。ね、まあちょっと気分転換にこれにしとこうか。あとまあ装備の方もいろいろ入手したけど、まあまあまあ、だってもう更新はないよな。オッケー、よし。じゃあ、あ、一応クエストも終わって、あ、また移動ですね。うん、アヤと会話すると多分次の場所に移動するのかな。まあそんな感じで今回はちょっと短いですけど、こんな感じで終わりたいと思います。この後は、ね、さっきの王宮もだけど、ここもだよね。ここもね、隊長倒して宝まだ回収してないんで、ここに行ったりして、レベル上げて、次回パートはもしかしたらこの場所からまた移動してるかもしれないです。うわぁ、もうマップ広すぎてさ、こっちの方も全然行けてないしさ。まあだけど、モンハンライズ発売の3月26日までに終わらせないといけないんで、ちょっと足早にストーリーの方を進めていきたいと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。